空振り三振です。まあ、でもこうやってアウトを重ねてそのあたり整えていくと思いますけどね、まあ、コントロールっていうところではこの、パワーカーブ空振り三振です。最後はいいところに投げ込んでいきました。よく曲がっています。低めいっぱい、すべて初回のアウトは三振で取りました。打点17上げています。左右間サードよく取った、二塁へ送球、二塁アウト。よくセカンドに投げたな。サードシュート、ここは見事な守備でした。まあ、まさに失点を防い計算しないですよね。鋭い打球、長打コースになります。峰井は一塁へ蹴って二塁へ、峰井のツーベース。7球目です。打ち上げた、レフト前に来ている、センター追いかける、センター取れない、ランナー一人帰ってきました。ポジションがどうだったのかね。レフトの松本剛はかなり前に来てましたね。結構前でしたね。あのバッターのスタイル見てね。さあ、そして磯畑追いかけていきましたが、最後どうでしょうかね。グラブで触ったか。ギリギリの球際。高いバウンド。あ、そこ取った。惜しい。競争になる。セーフ。シュートが途中から本当ギアチェンジ。もうここでまずスタートダッシュターボなんですよ、そこから伸びる伸びる、ね、伸びる伸びる。私も経験ある、松井和夫さん、一郎さん、はい、小坂さん、はい、現在4試合連続ヒット中。引っ張ったサードライナー、フルカウント、フォーク、見逃しの三振。ストライクゾーンに来ましたね。のボール球のストレートと思いきや、そこから落ちてくるような感じなんですかね。おまけホームですよ、はい、いいところですね。ストレートか、